注目の2番人気、2番アグネスデジタル。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。7番ニホノブルボン、4番人気です。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。王道の距離で好走が期待できますね。5番人気、8番シンボリルドルフ。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。王道の距離で好走が期待できますね。栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝、一番人気はもちろんこの子。ここまで無敗、三冠馬娘オグリキャップ。三番人気はこの子です。ここまで無敗、三冠馬娘4番グラスワンダー。対抗するのはここまで無敗、トリプルティアラの馬娘2番アグネスデジタル。実力は一番人気にも引けを取りません。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ニホノブルボン、快調に飛ばして行きます。先頭はニホノブルボン、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はオグリキャップ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはニホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはオグリキャップ。3番手に4番グラスワンダー、5番アグネスデジタル、4番手その外並んで2番アグネスデジタル、後ろ1番ウォールドシップ、外から行く9番グラスワンダー、1馬身差6番ウォールドシップ、1馬身離れてチンボリルドルフ。ニホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ニホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。先頭ニホノブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続いてオグリキャップ、その後3、4馬身開いて2番アグネスデジタル、1番ウォールドシップ並んできた。1馬身離れて9番グラスワンダー、1馬身差4番グラスワンダー、外を回ります。6番ウォールドシップ、少し後ろからチンボリルドルフ、その内並んで5番アグネスデジタル。残り 1000m を通過、意気揚々と先頭を行きます。ニホノブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。じりじり詰める9グラスバンダー。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはニホノブルボン。外から2番アグネスデジタル、驚異的な末脚、400を切りました。2番アグネスデジタル抜け出した。抜け出したのは2番アグネスデジタル、だが後続も追いすがる。200を通過。先頭2番アグネスデジタル、しかしその差はわずか。2番アグネスデジタル、今1着でゴールイン。勝ったのは2番アグネスデジタル。タウラス杯の栄冠を見事に掴み取りました。2着4番グラスワンダー、3着は9番グラスワンダー。ありがたき幸せ。